103丁目、コロナプラザ駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT、フラッシング線の駅である。103丁目とルーズベルトアベニューの交差点にあり、7系統が終日停車する。103丁目、コロナプラザ駅は1917年4月21日に、フラッシング線のクイーンズボロプラザ駅等への、延伸線の終端駅として、アルバーティスアベニュー駅という名前で開業した。 その後、駅北端に設置予定だった出口が面する通りから104丁目駅と解消され、さらに現在の103丁目、コロナプラザ駅と解消された。ただし、今でもアルバーティスアベニューの名前が入った駅名標が残っている。1925年10月13日にフラッシング線が111丁目駅に延伸されるまでは、BMT 線と IRT 線が接続する。 東側のターミナル駅であった。北駅ホームにある古風な小型の駅名標を103丁目。コロナプラザ駅は相対式ホーム2面3線を有する高架駅で、中央の線路はラッシュ時、混雑方向の7系統が通過する。ホームにはベージュの風防と緑色のフレームと支柱で支,柱で支えられた茶色の天外があり、ホーム両端には緑色に塗られた腰ほどの高さの フェンスが設けられている。駅名標はニューヨーク市地下鉄標準の黒板に白文字であるが、ホーム端の街頭には古い駅名標が残っている。この駅の出入り口は線路下の駅舎に一箇所しかない。103丁目と104丁目の間にルーズベルトアベニューの両側から駅に上る階段がある。改札口はトークンブースが中央にあり、その両側に自動改札機が並んでいる。 自動改札機を出ると、木造の待合室圏渡り通路があり、階段でそれぞれのホームに登ることができる。ありがとうございます。